こんにちは。今回は模様編みを紹介します。中長編み4目の変わり玉編みで、ふっくらと可愛い模様編みを作りました。今回は模様2つ半の編み方を紹介します。編みやすいと思います。未完成な中長編み4目を引き抜いて、残りの2本を引き抜いて、中長編み4目の変わり玉編みを作り、鎖編み2目を間に入れて、同じところに、中長編み4目の変わり玉編みを編みます。